の心にいるハート。はい、こんにちは。コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートだよ。今日は10個の目標のうちの一つ、ゲームの声優をやることを実現するためにこの企画に挑戦したいと思います。じゃん、演技力じゃがりこ面接、イエーイ。いや、やっぱりね、こうゲームの声優をやるからには演技力絶対必要だと思うんだよね。だから今日はこのじゃがりこ面接でイルハートの、ね、演技力を公式さんにアピールしようと思います。まあこれもね、もう説明はいらないと思うんだけど、こう流れてくる話題に合わせてじゃがりこって答えていく面接ね。他の VTuber さんがねやってるの見たことあるんだけど、結構なんかお題のねスピード速いからついていけるように頑張ります。それでは早速レッツじゃがりこ面接、イエーイ。これから私が言うシチュエーションに合わせてじゃがりこって言ってください。アレンジなどは自由です。はい、それでは行きまーす。3、2、1。嬉しくてじゃがりこ、悲しくてじゃがりこ、楽しくてじゃがりこ、興奮してじゃがりこ、嫉妬してじゃがりこよ、驚いてじゃがりこ、寒すぎてじゃがりこ、暑すぎてじゃがりこ、納得してじゃがりこ、感謝してありがとうじゃがりこ、震えながらじゃがりこ、泣きながら、笑いながら、じゃがりこ、怒りながら、責任者、食べながら、拍手しながら、じゃがりこ、大きな声でじゃがりこ、遠くに叫んでじゃがりこ、ダーに絶叫してじゃがりこ、きちっちゃって元に戻ってじゃがりこ、回復魔法のじゃがりこ、必殺技のじゃがりこ、恋のビームのじゃがりこ、寝言風に関西風にじゃがりこ、ないかい、関東風にあじゃがりこ、英語風にあるがよさ、中国風にじゃがりこ、あるか、標準語でじゃがりこ、かわいくじゃがりこ、かっこよくじゃがりこ、愛を込めてじゃがりこ、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは感想はどうぞ。感想、なんか思ったよりね難しかったです。やっぱりでも、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。思ってたよりね難しかった。やっぱりなんかパート2とかで聞いてないからね、本当に。実はさ、こっそりさ、こうパート1でさ練習してたのになんかちょっと違うやつだったか、本当に困った。まあでもね、こう必殺技のじゃがりこができたのでイルハートは満足です。やっぱね、他のね VTuber さんみんなやってるだけあると思う、本当に楽しかった。ということでイルハートの演技力なんてですか、コンパイルハートのゲーム出してください。モブでもいいからお願いします。ということで、みんなはこうイルハートがねゲームに出るとしたら、どのキャラのセリフが聞きたいとかありますか？なんかこうツンデレとかさ、お姉ちゃんとか妹とか、お母さん、お母さんはダメかとかあるじゃん。なんかそういうね、こういうキャラのこういうシチュエーションのねセリフが聞きたいとかあったら、じゃんじゃんリプライください。ハッシュタグはイルボイスで待ってます。え、あ、ツイッターのハッシュタグですか？知ってます、決まったんですよ、イルアートなりました。いや、なんかね、こうボツアートっていう意見と、まあ、半々だったんで、せっかくだからこうツイッターのアンケートでね決めようかと思ったんですけど、まあ、とある友達のお姫様がアンケートでね馬の名前を取ったんですよ。そしたら明らかにネタ枠だった前方後円墳っていう名前に決まっちゃって、それを思い出したらなんとかちょっとアンケートできなかった。なんで今回は自分で決めました。もうね使ってね絵を描いてくれてる人もいるんですよ。お、リプでボツアートって送ってきたやつら、これから毎日イルハートの動画を見たくなる呪いをかけたからな。呪い見たくなれ。